こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。ちびっこバスたちのキャンプ。運行を終えたタヨとロギが車庫に帰るところです。朝早くから運行して疲れたよ。僕も今日に限って渋滞してて本当に大変だった。早く帰って休もう。あれウィンディだよ。ルルルルルウィンディ。お、誰かと思ったらタヨとロギか。またこうして会えるなんてブラボー。本当に久しぶりだね。元気だった？もちろん。雲が流れるまま全世界を旅して、昨夜はここでキャンプをしたのさ。キャンプ？そうさ、キャンプ。まさか一度もキャンプしたことがないのか？それが、一度もしたことがない。なんてことだ。キャンプがどんなに素晴らしいか。本当？星が降り注ぐ夜空の下で草むしの音を聞くと疲れもすぐに吹き飛ぶんだ。キャンプに行ってみたい。僕も僕も。一度行ってきたらキャンプの魅力に完全にハマるよ。お、もう行く時間だ。それじゃあまた。今日はどこでキャンプをしよう。またね。おかえりなさい。ハナ、僕たちもキャンプに行っていい？そうそう。キャンプ？今ウィンディに会ったんだけど、キャンプってすごく楽しいんだって。キャンプに行きたいよ。ねえ。悪いんだけど難しいわ。今週末田舎の車庫にも行くし。あの近くにキャンプ場があるぞ。仕事を早く終わらせてキャンプをしてみる？それいいわね。やった。それじゃあ本当にキャンプに行くってこと？キャンプの準備はこのロギ様に任せてよ。何が必要だ？カメラ、いやいや、パラソルも必要だ。ロギ。仕事を終えたみんなが帰ってきました。やっほー。明日キャンプに行くぞ。みんなは忙しいって言って先に帰ったけど。ロギ、何してるの？キャンプの準備終わり。キャンプの準備？これ見てよ。じゃじゃーん。何よこれ。何ってキャンプに持っていくものだよ。これ全部持ってくの？もちろん、必要なものばかりだしね。ロギ、こんないらないものばっかり持っていっちゃダメ。全部必要なものなんだよ。でも置いていこう。嫌だよ、持っていく。整備所前で遊んだら危ないって言ったでしょ。ごめんなさい。明日キャンプに行きたかったら全部きれいに片付けること、わかった？はーい。ロギのせいだよ、もう。疲れる。タヨがリアカーを引っ張らなかったら全部タヨのせいだ。タヨとロギは遅くまで整備所の掃除をしました。翌日、みんなは田舎に向けて出発しました。ちょっと静かにしてよ。すごくうるさいよ。全部キャンプのために必要なものなんだよ。ち、全部ガラクタなのに。なんだってガラクタ。二人とも喧嘩しないで。そうだよ、みんなにとって初めてのキャンプなんだから。みんな、こんにちは。ティティポ、こんにちは。みんなどこに行くの？キャンプに行くところよ。本当？すごく楽しそう。タヨ、ロギ、気をつけて行ってきてね。タヨとロギ、どうしたの？何かあった？キャンプの準備中に喧嘩になったの。
っちゃったんだな。ちびっこバス、タヨ。ちびっこバスたちがついにキャンプ場に到着しました。かっこいい。気に入ったテントを一つ選んでみて。私はこれにする。僕はこれがいい。うわー、綺麗な花柄のテントだ。とっても気に入った。ハートによく似合うわね。うわー、これ僕の。先に選んだのは僕だよ。待って、僕が先だよ。先に来たのは僕。二人とも、ずっと喧嘩をするの？だってあなたたちはあのテントを使って。ロギと同じテントを使えって？嫌だよ。一緒に過ごして仲直りすること、わかった？狭いよ、あっち行って。太陽が行けば。みんな集まって。どうしたの？花と私が面白いものを準備した。じゃじゃーん、宝探し。キャンプ場の周りに宝物を隠しておいたから探してみて。幸運を祈るよ。それじゃスタート。どこだろう。こっちかな。ここかな。見つけた。どこにあるのよ。見つけた。僕も見つけた。ここにあった。一体どこにあるんだろう。あそこだ。宝物だ。ダメ、僕の。どう？大丈夫？いずれにしてもトトを呼ばないと。それじゃあキャンプは？僕ここにいられないの？残念だけど安全が第一だから。そうよ、ここでは新しいタイヤも手に入らないし。初めてだから楽しみだったのに。ハナ、ロギが持ってきたものの中にタイヤがあった気がする。本当？でしょ。これなら大丈夫。終わったわ、動いてみて。おお、ぴったりだ。本当によかった。ロギがいなかったら最後までキャンプに参加できなかった。ありがとうって言わなきゃ。ロギ、ガラクタって言ったっけ。こういう時のために準備しておいたんだよ。何も知らないくせに。タイヤ以外は役に立たないものばかりだよ。じゃあタイヤ返してよ。なんで？二人とも。結局二人はまた喧嘩をしてしまいました。夜になり、みんなは焚き火の周りに集まりました。こうやってみんなでキャンプができて本当に嬉しい。そうでしょう？普段言えなかった話をしてみるのはどうだ。そうね、お互いに感謝の気持ちを伝えるとか。先に話してもいい？もちろん。何？この前公園で本当にありがとう。滑り台を滑るのが怖かったんだけど、何が一緒だったから全然怖くなかった。ありがとう。そんな、ピーナッツも私が道に迷った時助けてくれたじゃない。あの時は本当にありがとう。これからも仲良くしましょう。素敵ね。タヨとロギは話したいことはないか？実は僕、ロギに話したいことがあるんだ。ロギ、さっきはタイヤを貸してくれて本当にありがとう。それから
ロギのものをガラクタってからかってごめんね。別に大丈夫だよ。僕もさっき怒ってごめん。実は初めてのキャンプだからトヨと楽しく遊びたかったんだ。すごく楽しみにしてたんだよ。僕もだよロギ。僕たちもう喧嘩するのはやめよう。うん、僕たち友達だもんね。ロギだよ。夜が更けていきました。ロギと同じテントを使えて本当に嬉しい。うん、僕も楽しく話しながら寝よう。うん。ホタルだ。みんな出てきて。わあ、綺麗。本当に綺麗。ちびっこバスたちはキャンプを通してお互いの友情をさらに深めました。ちびっこバスたちの演劇公演、車庫に明るい朝がやってきました。みんな、おはよう。どうして呼んだの？スカイとトラミーの整備に行ったんだけど、いい知らせを聞いたの。野山でお祭りがあるんだって。お祭り？特技自慢もするみたいよ。みんなも出てみたら？一緒に出よう。うわー、面白そう。いいよ。特技自慢は何がいいかな。みんなでできるものがいいんだけど。みんなで？演劇やってみよう。演劇？この前幼稚園の演劇を見たんだけど、すっごく面白かったんだ。それならみんなでできるわね。ああ、演劇なら羊飼いの少年をやってみたら？羊飼いの少年？どんなお話なの？どんなお話かっていうと、昔、いたずらっ子の羊飼いの少年が暮らしていました。少年は退屈になると、狼が出たぞと嘘をつきました。狼だっけ？どこ？冗談だよ。そんなある日、本当に狼が現れました。狼だ、本当に狼が出たぞ。どうせまた嘘だろ。そうだ、村人はまた嘘だと思って誰も助けに来てくれませんでした。結局羊飼いの少年は狼に食べられてしまいました。どう？すっごく面白い。でも狼がみんなを食べちゃうなんてすごく怖い。そうだよ、羊飼いの少年がかわいそう。そう？それじゃあ話の内容を少し変えてみる。どんな風に？すごくいい考えじゃない。そうでしょ。それじゃあまず配役を決めましょう。いいね。羊飼いの少年は誰がいいかな。ロギはどう？ロギも嘘つくの上手だし。なんだって、僕がいつ？ロギでも主人公だよ。主人公だって？だったら僕がしないと。僕は怖い狼がしたい。私は可愛い子羊がお似合いじゃない。僕も子羊をする。じゃあ私たちは村人をする。うん、面白そう。みんなもう決まった？はい。ちびっこバスたちが演劇の練習を始めました。狼が出たぞ、狼が出たぞ。狼はどこ？狼を捕まえろ。俺は狼だ。食べてやる。ねえ、助けて。花、どうだった？このままじゃダメみたい。そんなにダメだった？いや、練習すればよくなるわよ。本当？もう一度やってみよう。みんなは運行の合間に演劇の練習をしました。早く練習に行かないと。待って、
間に一度練習してみるか。オオカミだ、オオカミが出たぞ。オオカミだね、どこだぞ。演劇の練習だよ。俺はオオカミだ。待て、あおう。あ、みんなダメよ。ごめんなさい。本物のオオカミって思った。オオカミはどこ。オオカミを捕まえろ。どう、大丈夫かな。あ、本当に上手。ビーン。頑張ってるわね。俺はオオカミだ。オオカミが出たぞ。ちびっこバスたちは花の前で最後の練習をしました。オオカミだ、オオカミが出たぞ。どうだった。うわ、みんなたくさん練習したのね。よかったわよ。本当に。うん、このままで問題ないわよ。本当によかった。本当本当。ちびっこバス、たよ。ついに野山祭りの日になりました。到着しました。どうぞ楽しい時間を。始まるよ。始まるわね。いらっしゃい。お祭りの舞台はこちらです。皆さん、お祭りへようこそ。それじゃあ今から特に自慢公演を始めます。今から始まるよ。どうしよう、緊張する。最初の公演は働く車たちのサーカスです。受け取ってメリー。チェッ。おー、上手。こんな風に上手にできるかな。やあ、挨拶しよう。嬉しいよ。こんにちは。やっほー、僕の名前はトニー。こんにちは。幸せ届ける宅配車。よう、仲良くしよう。イエーイ。みんな、私たちの番よ。準備しましょう。すごく緊張する。失敗したらどうしよう。みんな、たくさん練習したんだし、うまくいくよ。頑張ってみよう。そうだね。さあ、最後の公演はちびっこバスたちの演劇です。昔昔、いたずらっ子の羊飼いの少年が暮らしていました。ルンルンルン。羊飼いの少年ら、僕この話知ってる。静かにね。子羊たち、こっちだよ。どこ行くの。そっちじゃないよ。いっぱい食べて。もう何しよう。いたずらでもしよう。狼だ、狼が出たぞ。狼だって。どこどこ。懲らしめてやるぞ。ハートの口ひげ見てよ。ピーナッツのほぺたも赤い。狼はどこ。冗談だよ、騙された。何ですって。本当に狼が現れたと思って驚いたのよ。いたずらなんてやめて。もう行こう。これは面白い。そんなことしちゃダメ。なんで、面白いのに。もう一回しよっかな。狼が出たぞ。本当に狼が出たぞ。狼が出たって。今度は本当なの。また騙されちゃう。ロギひどい。嘘ついちゃダメだよ。二人とも。またいたずらをして。忙しい中来てるのよ。すごく面白い。今度はライオンが出たって言おうかな。あおー、ね、この声は。お前たちを食べてやる。あおー、オオカミだ。本当にオオカミが出たぞ。助けて。どうしよう。本で見たんだけど、
くれないよ。え、やだやだ。丸々していて美味しそうだ。みんなまとめて食べてやる。おお、食べて。羊飼いの少年がまた嘘をついていると思って誰も来てくれませんでした。本当に狼なんだよ。絶対食べちゃダメ。怖い。待て。友達のこといじめないで。あっち行け、この悪い狼め。友達が来るとは覚えてろ。もう来るな。助かった。すごいな。誰も来てくれないって思った。友達だから最後まで信じなきゃ。そうだよ。みんなありがとう。もうこれからは絶対に嘘をつかないから。うん、約束だよ。うん、じゃあみんなで遊ぼうか。いいね。よかった。よかった。羊飼いの少年はもう二度と嘘をつかず幸せに暮らしました。みんなお疲れ様。だよ。すごくすごく面白かった。最高。本当。これも僕のかっこいい名演技のおかげだね。さっき一番緊張してたのに。何、僕がいつ。本当、手に負えないんだから。さあ今からお祭りのハイライト、ダンスタイムを始めます。やっ。僕たちも踊ろう。わお。フラフラ。遅い時間でしたが、みんなで一緒に過ごす楽しいお祭りになりました。ちびっ子たちの運動会。みんな、来週学校で運動会が開かれます。わー、本当に面白そう。運動会では青チームと白チームに分かれて勝負をします。どんな競技があるの？これを見て。タイヤバレー、障害物競走、綱引き、風船割り、それからリレーがあります。俺が好きな競技ばかりだ。すごく難しそう。ではこれから青チームと白チームに分かれましょう。はい。あよ、誰と同じチームになりたい？やっぱり運動ができるスピーディーやシャイ、力が強いトトもいいな。それでは始めましょう。誰と同じチームかな。お願い、運動が得意な子と同じチームに。お願いお願い。バンザーイ、スピーディーとシャイン同じチームだぞ。何これ。さあ、青チームと白チームが決定しました。僕たちのチームすごく不利じゃない。どう考えても僕たちが勝つね。このままじゃダメだ。とにかくみんなで特訓しなきゃ。みんな、運動会の日まで頑張って絶対に青チームに勝とう。でも私、運動は自信がない。しかも青チームは運動が得意な子ばかりだし。だから青チームより頑張らないと。毎日練習すればすぐに上手くなるよ。分かった。じゃあ始めるね。いくよ。何してるの。タイヤを打ってこっちに返さないと。次はラニの番ね。行くよ、取って。タイヤを避けちゃダメだよ。だってすごく怖くて。大変だ。みんな思ってたよりもひどいよ。タイヤ、川沿いに遊びに行くんだけど一緒に行かない？行けない、今運動会の練習中だから。さっき見ていたけどすごくめちゃくちゃだった。勝つのは俺たちなんだし、適当にやったら。なんだって。じゃあ行くね。見てろ、絶対青チームに勝ってやる。それから白チームのみんなは毎日毎日運動会の練習をしました。ロープを離しちゃダメだよ。怖
こうしてゆっくりゆっくり、あぶつからないように気をつけなきゃ。あのこれ僕が割っていいかな。そんなこといちいち聞かないで。太陽ちょっと休んでからにしよう。ダメだよ、このままじゃ青チームに勝てないよ。でも今から練習して僕たちが勝てるかな。僕は正直自信がないよ。なんで？もう諦めるの？やってみないとわからないのに。でも青チームはすごく運動ができるし。そうだよ、みんな勝つ気がないんでしょ。そうじゃなくて。もういい、それならもうやめる。太陽は翌日になりました。あ、太陽練習はうまくいってる？聞かないで。みんなうまくなりたいっていう気持ちがないんだ。もうダメだよ。そっか、早めに諦めた方がいいよ。いた、なんだ。ロギーごめん、大丈夫？みんな一体どうしたの？朝早くに来て練習してたんだよ。やってみないとわからないんでしょ。僕たち下手だけど頑張ってみようと思ってみんな、わかった、僕たち一緒に頑張ろう。だよ、頑張ってるな。僕たちも練習してみようかな。みんな、ロギー、僕たちも運動会の練習をしようよ。確かに、僕たちも一度合わせておかないと。どうせ俺たちが勝つのに練習なんか。そうだよ、それよりこの曲すっごく楽しくない？一緒に踊って遊ぼうぜ。でも本当に大丈夫かな。こうして数日が経ち、ついに運動会の日になりました。みんな気をつけて頑張って。みんなファイト。なんか緊張する。心配ないよ、練習通りにすればきっとうまくいくから。それでは今から運動会を始めます。ちびっこバスだよ。最初の競技は青チームの勝ち。2つ目の競技も青チームの勝ちです。青チームうまいな。もう2つも勝ってるわよ。相手にならないな。あんなに練習したのに時間の無駄だったんじゃないか。偉そうにして。ごめんね太陽。僕たちがもう少し上手だったら。そんなことないよ、練習の時よりも上手だし。そうだよ、次の競技でもっと頑張ってみよう。頑張ってみる。それでは3つ目の競技、綱引きを始めます。綱引きも青チームが勝ちそう。強いトトがいるもんな。頑張ろうみんな。白チームの勝ち。青チームに勝つなんて。ウラちゃんのおかげだよ。ありえない。トト、台無しじゃないか。ごめん、面白くてつい。次の競技は風船割り。次は絶対に負けないぞ。僕も一つ。捕まえた。もうラビしかいないの？また塩チームが負けそう。どうしよう。このままじゃまた負ける。どうしよう。ラビ、風船をゴミだと思って。ゴミ？ゴミ？ゴミは全部片付けなきゃ。
なんだ。ダメ。掃除終わり。白チームの勝ち。本当すごかった、ラビー。かっこよかった。なんでこんなことに。大変だよ、童貞になってしまった。これから最後の競技、リレーを始めます。みんな、今まで練習してきた成果を見せよう、今度は絶対に負けられないよ。心配ないよ、リレーは俺たちの専門だろ。次の競技で優勝チームが決まるのか。よーい、ドーン。先に行くぜ。やっぱり社員が早いぞ。いいぞ、カニ頑張れ。よし、行くぞ。おお、どこに投げてるんだよ。一体どうしたんだ。タイヤを渡す練習をしなかったからだ。ラビー、はい、ありがとう。おお、白チームが追い越したぞ。面白くなってきた。行くよ、ウラちゃん。トト、トトファイト。次走るのはロギとラニカ。どっちを応援すればいいの。待て。レイヤースピーディー。よし、行くぞ。最後の一周になりました。絶対に負けられない。それはどうかな。おい、すごいスピーディー。早く、もう少し。みんなのためにもこのまま終わるわけにはいかない。絶対に追いつけるわけがない。あ、おあ、ダメ。あ、やった、スピーディーのタイヤが転がってった。このままじゃ本当に負ける。もうあと少し。それはどうかな。スピーディーが追いついた。信じられないくらい速い。俺は世界一速い車、スピーディーだ。絶対に負けられない。頑張りたいよ。この競技も白チームの勝ち。これも全部みんなのおかげだよ。俺が負けたなんて。やっぱり練習しておけばよかった。みんな、そんなに落ち込まないで。運動会は勝ち負けより心を一つにして楽しむことが大切さ。アナ、シト、みんなも一緒に白チームを祝ってあげようね。はい。今回の運動会で勝ったのは白チームです。みんなおめでとう。こうして運動会が終わりました。みんなは運動会を通して友達ともっと仲良くなりました。